はい、よろしくお願いします。今回はきっかけ英単語第23弾で曜日を、ね、特集でやっていきます。で次回が月ですね。1月2月っていう月をやっていくんですが、でいつもと違ってもう今回曜日って分かっちゃってるので、もう日曜日から、ね、土曜日まで並べてあるので、まあ、書けそうな、まあ、テストとしてね、こっちのテストだけやっていきます。なのでこの状態でテストしたい方はぜひ動画止めてやってみてください。じゃあ早速ね、まあ、書いていくだけだとつまらないので、まあ、書いて、まあ、覚え方こんなんもあるよみたいなのをちょっと紹介して終わろうかと思います。かなり短くなると思うんですけど、でまず日曜日ですね。日曜はサンデーです。で曜日は最初が大文字なのでそこ気をつけてください。これでサンデーで、全部に共通してるのがホニャララデイです。デイだからこの3文字ここは必ず固定になります。全部同じね。で、もちろん普通に覚えられる方は覚えてください。これでサンデーだなとか。で、覚える一個のやり方としては、ローマ字読みを当てはめるっていうやり方があって、例えばこう、まあ、パソコンとかでこうね、ローマ字が打てる方に限りますけど、SU ってスなんですよね。ス。N1 個ってんなんですよ。で、DA ってダなんですね。で、Y って自分の中ではイっていう発音のイメージがあるので、いって覚えちゃって、寸大とかね。全部デイはね、覚えちゃっても構わないですけど、こういう覚え方をすると、わりかし覚えてくれたりします。まあ自分を生徒にやらせてた中ではね。まあ、発音ちゃんと覚えてね。サンデーね、これでね。で、月曜日が、マンデーです。でも、あと書き方としては、MO なんで、も、ん、だ、いと書きます。でも発音はマネ、マンデー。で、この二つはまだいいんですけど、火曜がね、ちょっとややこしくって、先書きますか。TU,ES。これにデイです。まあ何度も言うようにデイは固定なんでね。で、これでチューズデイと言います。チューズデイ。で、自分は TU でツでしょ。で、E が1個でE。S はね、スって覚え方をするんで、ツ S デイって、まあツ S ダイか。とかね、っていう風にやるんですけど、本当は参考にならなかったら無視してね、これ構わないからね。で、火曜がチューズデイ。で、水曜が、ちょっと長いんですけど、WEDNES。これにデイがつきます。発音がウェンズデイと言います。ウェンズデイ。で、下ギリだったかな？あ、大丈夫、入ってるね。で、WE、自分がウェって、まぁ、あ、WE って打ち込むとウェってなるんですけど、ちょっと上書こうか。ウェ。で、D はね、自分ドっていう風に覚える。これ、俺の覚え方ね。D はドって発音で覚えちゃうんですけど、で、NE が、ね、S がさっきと同じでスなんで、ウェドネスって書くようなって覚えちゃいます。これが Wednesday。で、木曜日です。次が、th 始まります。で、urs。これで thursday と言います。thursday。で、これはですね、まあ気をつけなきゃいけないのが、まあ t から始まるのが2個あるんですよ。こっちはね、使わないんで t から始まるのが2個あって、こっち tu なんですよ。で、こっち thu なんですよ。で、この h が入る入らないが結構ミスります。で、これはですね、知識としてちょっと持っててほしいんですけど、この th って、あるじゃないですか。th って発音として、すか、もしくはずになることがほとんどです。例えば、今までのきっかけ英単語でやった単語を使うんだったら、これ、sing ってやりましたね。ものとかことってやつ、sing。これは最初に、ここにすに ing がくっついてるんで、sing になるんですよ。発音として。で、図の方は、例えば、ザットとか、あれっていうザットね。これは th の部分がずって発音にアットがくっついてるからザットになるんですよ。なので th が来たらすかずだよなって覚えていただけるといいです。まあこれでサラスデイですね。で、金曜日は簡単です結構。これが、これにデイをくっついてフライデイと言います。フライデイ。まあフリダイですよね。書き方としてはフリダイ。フライデイ。で、最後、土曜日が、SATUR に、デイ。これで、サタデイと言います。サタデイ。自分は、サツアーデイって覚えちゃうんですけど、
で、サタデーに関しては、これね、なぜかここの R をちょっとね、忘れてしまって書く方が結構多かったです。特に1年生のこの曜日テストとか、数学校多いんですけど、ここ気をつけてください。結構抜きます。サタデーの R をね。で、ひとまずまあこんな感じで曜日ね、7個になるんですが、これ知ってる方もいるかもしれないんですけど、自分ね、歌で覚えてるんですよ、これ。結構歌、今でも歌で思い出すことあるんですけど、英語の歌、YouTube だったら、多分、英語、曜日、歌とかで検索すると出てくると思うんですけど、全然これ参考にしなくていいからね。ただ、Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, Sunday comes again っていう歌があるんです。ごめんね、これ初めての人何やってんだって思うかもしんないけど、順番で、Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday、まあ、Friday and ってことにつくんですけど、一応。Saturday で、Sunday、日曜が comes again、また来るよっていう歌なのね。一週間の歌で。で、自分は、まだ塾って行ったことないんですけど、小中の時に ECC Jr. に通っていて、で、ECC Jr. でそれをめっちゃ歌わされたんですよ。で、もうそれがもう頭にずっとこびりついていて、もう中高、まあ、高の時とかも本当にそれで、なんだろう、例えば、もしね、どうすればいいそうなった時には思い出したりはしていたので、もし、その歌でちょっと覚えてみようかなって思う方がいたら、今自分の歌がひどいんで、参考にしなくて構わないので、その YouTube とかで検索していただけると多分出てくると思うんで、もしよかったらその辺もね、参考にしてみてください。では、今回はきっかけ英単語第23弾の曜日編をやらせていただきました。今回もね、ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。で、次回が月ですね。1月から12月やっていきますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。